皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。今回の動画では3月30日より PS ストアで開催されているスプリングセールで販売されているおすすめのゲームソフト7000を紹介していきたいと思います。では早速見ていきましょう。まず最初に紹介する作品はロストジャッジメント裁かれざる記憶です。本作は俳優アーティストの木村拓哉さんが主役を演じるジャッジアイズシリーズの最新作です。本作の物語はいろいろな不条理や正義とは何なのかといったセンシティブな内容がテーマとなっています。龍が如くスタジオが制作する本作では同シリーズ同様に豪華俳優陣が起用されており、前作に引き続き出演する中尾彬さんをはじめ玉木宏さん、山本浩二さん、三石研さんら豪華俳優陣が登場します。本作では前作の舞台である東京神室町に加えて新たに横浜伊勢崎偉人町が追加されており、行動できる範囲は神室町の3倍以上にも及び、場所ごとに異なった顔を持ちます。本作の重要部分である高校もこの町にあり、主人公である八神はそこで個性的な生徒たちと交流を持つことになります。本作は4月13日まで 30% オフの6383円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品は NBA 2K22 です。本作は1999年にシリーズがスタートして以来、毎年新作がリリースされる定番タイトルとして全世界累計1億本という売り上げを積み重ねてきた NBA 2K シリーズの最新作です。本作では実在する NBA や WNBA のチームや選手を使って楽しめるリアリティあふれるゲームです。無チームモードで現役のスター選手から往年のレジェンド選手まで、好きな選手を使ったドリームチームを結成して対戦したり、大人気無キャリアモードで自分自身が NBA 選手となってキャリアを積んで NBA の大舞台へと駆け上がったり、ブームや無リーグモードでチームの経営者となって手腕が試されたりします。競技性と没入感が増した本作では新たな戦術的オフェンスと刷新されたディフェンスがぶつかり合います。スキルベースのドリブル、シュート、ダンク、アリウープを駆使してディフェンスでは新しくなった強烈なブロックやシュートチェックで対抗しましょう。本作は PS4 は4月13日まで 71% オフの2233円、 PS5 は4月13日まで 71% オフの2552円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はマーベルズスパイダーマンマイルズ・モラレスです。本作はマーベルズスパイダーマンシリーズ最新作で、高校生になったマイルズ・モラレスは引っ越し先での新しい生活に順応しながら、ピーター・パーカーに導かれてもう一人のスパイダーマンとしての道を歩み始めます。しかし強大な力のぶつかり合いで自分の街が危機にさらされた時、ヒーローを志す若者は大いなる力には大いなる責任も伴うことを知る。マーベル世界のニューヨークを救うため、マイルズはスパイダーマンのスーツに身を包み、真のスパイダーマンへとなっていくというストーリーとなっています。前回同様スパイダーマン独自の多彩なアクションを楽しめ、ニューヨークの街を観光しながら自身の強化もできるゲーム性などがあります。本作は4月13日まで 32% オフの4413円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際に
ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はファークライ6デラックスエディションです。本作は UBI ソフトのアクションゲームファークライシリーズ最新作です。本作はカリブ海の中心に位置する時が止まったかのような熱帯の楽園ヤーラが舞台。混乱に陥ったこの国でプレイヤーは暴君を倒すための革命運動に巻き込まれながらゲリラ戦と騒乱に身を投じることになります。圧倒的な力を持つ政府軍に対抗するため主人公はヤーラ地方に伝わる創意工夫の精神リゾルバーを身につけあらゆるものを利用して政権に混乱をもたらします。想像力に富んだゲリラの達人フアン・コルテスによってカスタマイズが可能なリゾルバーと呼ばれる武器や道具が多数登場します。ファークライ6ではステルス、強行突破などプレイヤーのプレイスタイルをサポートすることでこれまでにない自由な体験を提供しています。また従来の武器に加え馬や戦車、DIY で作った車など新たな乗り物を使用してヤーラを旅することができます。ソロはもちろん2人での協力プレイも可能です。本作は4月13日まで 50% オフの5940円となっているのでセール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はデモンズソウルです。本作はプレイステーション往年の名作デモンズソウルのリメイクです。圧倒的な表現力で蘇った重厚なダークファンタジーの世界。そこでプレイヤーは亡国ボーレタリアに潜む凶悪なデーモンを相手に禁忌の豪ソウルの謎に挑みます。ダンジョンは階層ごとに区切られており3つまたは4つのステージで構成されている。ステージは簡単だがボスがとても強い、ボスは弱いがステージがとても難しいなど特徴もそれぞれで大きく異なっている。はじめはどのダンジョンも浅い階層からしか攻略できず、さらに深い階層に進むにはステージの奥で待ち構えているデーモンと称されるボスを倒さなくてはなりません。デーモンは非常に凶悪で一筋縄ではいかず、時には魔法に頼って時には他のプレイヤーと協力して倒すことも重要になってきます。最初のステージのみ全プレイヤー共通のものでありますが、そこをクリアした後は好きなようにダンジョンを選択してプレイすることができ、基本的に攻略上の制約は存在しません。一般的な RPG とは異なり、ソウルを用いたレベルアップはキャラクターの能力を格段に上げるものではなく、レベルが高い方が多少ゲーム進行が簡単になるといった感じです。ちなみに今年発売され世界的に話題となったエルデンリングは本作のゲームシステムが受け継がれています。本作は4月13日まで 41% オフの5127円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はソフィーのアトリエ不思議な本の錬金術師 DX です。本作は錬金術によるアイテム作成を主題としたアトリエシリーズの17作目です。アトリエシリーズは数作ごとに舞台が変わるが、ソフィーのアトリエは黄昏シリーズに変わる不思議シリーズの第一作となり、ゲームシステムも一新されています。本作ではプラフタの失われた記憶を錬金術で再生させることが目的となっており、ゲームジャンルは錬金術再生 RPG とされています。本作の題名ともなっている錬金術は材料アイテムをいくつか組み合わせることでアイテムを作り出すことができます。本作では熱金玉に材料を入れるときにパズルのような画面になり、
マス目で仕切られた熱金釜パネルにブロックのように材料を入れます。マス目を埋めれば埋めるほど品質が上がります。釜にはいくつか種類があり、調合することで選べる釜が増えるほか、光が配置されているマスを埋めた時のポイントも異なり、釜自体を熱金して強化することも可能となっています。本作は4月13日まで 30% オフの3696円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。最後に紹介する作品はマーベルズ・アベンジャーズ・エンドゲームエディションです。本作はマーベルコミックのスーパーヒーローチームであるアベンジャーズを題材としています。本作はシングルプレイと協力プレイを組み合わせた三人称視点のアクションアドベンチャーゲームであり、オフラインでのシングルプレイのほか、特定の局面ではオンラインで最大4人でのプレイも可能です。ゲームにはスキルツリーを用いての能力強化やコスチュームなどのカスタマイズ機能が備えられています。コスチュームはマーベルユニバースの隅々から調達され、ゲーム内で獲得することができます。スタート時のプレイアブルキャラクターはキャプテンアメリカ、アイアンマン、ハルク、マイティソー、ブラックウィドウ、ミズ・マーベルであり、エンドゲームエディションではそれぞれのキャラのコスチュームが同梱されています。各ヒーローはコスチュームのカスタマイズ機能を持ち、スキルツリーによってパワーやアビリティを強化することができます。シングルプレイ専用のキャンペーンは継続するオリジナルストーリーを題材とし、25時間以上ものコンテンツが含まれています。本作は4月13日まで 55% オフの3960円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。以上がセール中のおすすめゲームソフト7選でした。いろいろなプラットフォームでゲームソフトのセールが始まっていますね。今回紹介した中に欲しいゲームは見つかりましたか？今回紹介したゲーム以外にもいろいろなゲームソフトがセールされていますので、ぜひプレイステーションストアのサイトでご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。